内陸を中心に10度を下回るところがありますが、日中は秋らしく爽やかな空気に包まれるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。はい、笹岡さん、ありがとうございました。さあ、お知らせの後は乃木坂46の斉藤飛鳥ちゃんと一緒にお届けするハリーズ・イングリッシュクラス。今日は英語の早口言葉です。